会に来た。ゼーレお姉ちゃんが遅れるなんて珍しいね。ごめんね、明日はちゃんと時間通りに来るから。よし、今日の訓練を始めようかな。もう一人の私、見て、新しい訓練用のマシンだよ。静かすぎる。慣れないな。ねえ、もう一人の私、もう怒らないで。ゼーレのためだって分かってるよ。いつもゼーレのそばにいて、ゼーレを守ってくれてたもん。あなたが言った言葉、全部ゼーレのためだって分かってるの。ゼーレの代わりに戦いたいのは、ゼーレが怪我するのが心配なんだよね。でも、ゼーレだってあなたが怪我するのが心配だよ。あなたはゼーレにとってかけがえのない大事な人だもん。あなたみたいに強くなって、あなたを守れるほど強くなりたいの。他人と接触してほしくないのは、ゼーレが傷ついて、騙されて、裏切られるのが嫌で、おもちゃ箱で泣くことしかできないゼーレに戻ってほしくないからだよね。大丈夫、ゼーレは怖くないよ。だってゼーレにはあなたがいるもん。いつも自分のことを大事にしてほしいってあなたはゼーレに言うけど、ゼーレの大事にしたい自分の中にあなたもいるよ。あなたはどんな存在かって、前にゼーレに聞いたよね。
すごく考えたけど、やっぱり答えは一つだけだよ。あなたは私、私はあなた。私たちは平等な存在。あなたがゼーレの喜びを祈るように、ゼーレもあなたの幸せを祈ってるの。名前のこと気にしてるんでしょ？私たちは平等だから、名前であなたを呼びたいの。もし好きな名前があったら、ゼーレに教えてほしい。あなたの気持ちをちゃんと知りたいから。あのバカは何を言ってるの？まさかこんな話で私を動かせるなんて思ってないわよね。何を言われたって関係ない。もう放っておくって決めたの。まだ言ってる。饒舌になるなんて珍しいわね。まあいいわ、せっかく誠意を見せてくれたことだし、気にしないことにしてあげる。もうちょっと聞いたら出てあげようかしら。あの態度なら別に仲直りしてあげなくもないわ。もうやめるの？本当はもう私なんかいらないのよね。あなたは毎日成長して一人前になっていく。いつかあなたはこの体にある力を全てコントロールできるようになる。私はあなたを守るために生まれた存在だけど、あなたはもう私が守らなくてもいい存在になった。あなたは強くなったし、たくさんの人々に好かれてる。一人でいろんなことができる。いつかその日が来るって私は知ってた。私は消える運命にあるんだって知ってたわ。こうして理不尽にあなたに怒りをぶつけるのも、心の中の焦り、落ち込み、それと寂しさを隠すため。結局あなたが謝って慰めてくれることになるとはね。あなたは本当にバカね。優しすぎなのよバカ。あのポロ人形の話なんか信じないわ。ゼーレの気持ち、私はちゃんと分かってるんだから。だって、私たちは同じ存在だもの。私たちは、ゼーレだもの。その日が来るまで、あなたが傷つかないように、私は全力であなたを守るわ。そして、あなたが本当の意味で、繭を破って蝶になる時が来たら、一体何の話をしてるのよ私は。
どうしちゃったの？変なものでも食べたかしら？でも、食べたのは私じゃないし、やっぱ、あのバカのせいね。ちょっと、どうしてすやすや寝てるのよ。私を笑ってるの？腹が立つわね。どうしてバカゼーレのことで悩んでるの？明日、みんなに笑われるよう、顔にゼーレはバカって書いてやろうかしら。やめた。一応私の体でもあるから、割に合わないわね。ゼーレのバカ。ねえ、ゼーレ、起きて。早く起きないと、あのガキたちに笑われるわよ。恥ずかしい思いするでしょ。ちょっと、起きてってば！またそんな起こし方で起こして、あれ？ふっ、何？もっと優しい起こし方が良かったの？